することはなかったんです。ただやっぱり様々治療をしていく中で、やっぱりこうすっきりと治療の効果が出ないというような部分も多々ある中で、何かないかなと思った時に、いろいろとこうインターネットでね調べる中で稲葉先生のホームページに突き当たり、またそのホームページで様々掲示板とかでね学ばせていただく中で、最初でも見た時には掲示板とか見てたら、嘘やろっていうね正直な話っていうことをそんなんでっていうような思いがすごいあって、実は最初行き当たったんですけど、学びながら実はやらんかったんです全く。でただやっぱりこう何遍もずっと見てると、これは一回やっぱやらなあかんなとやってみなあかんなって思いまして、でうち僕一人でやってるもんで、ある意味患者さん何やっても許してくれるんですね。だから別に何も説明せずこんなんやるしで言うてやりましたら、やっぱり効果がその場ですぐ分かるっていう部分のその魅力と、やっぱりその患者さんと共にその改善していく部分が分かる、実感できるっていう、やっぱすごいなと思って、それから勉強をさらにさせていただきながら、本とかね購入させていただきながら勉強させていただいた。で今、本格的にやり始めて数年というところであります。もう今全て 100% ではないですけど、かなりの方にまずは清潔白子をやった上でということでさせていただいております。で今回、喘息の方と、風邪でその後、結構今の時期って多いと思うんです、患者さん咳がなかなか取れへんとか、でそういった時に今回参考になるかなと思って出させていただきました。症例は様々あるのはあるんですけれども、今回こういう形でさせていただきます。じゃあプリントの方入っていきます。症例1番目なんですけれども、これ46歳女性、大学の准教授をやって大学院生、この方もともとは勤めてて、普通に講師を大学の講師とかもされてたんですが、去年の4月に、京都の大学の准教授になられて、でその前から、大学院で、去年で修士課程終わって今年から博士課程ですかねっていう方で、もう今年から特に、むちゃくちゃ忙しくなったっていう方であります。でこの方小児喘息で、もともとこの方ずっといらっしゃってまして、実は腰痛が持病としてあって、でもともと腰痛の治療をずっとしてたんですけれども、今年かなり忙しくなって、腰痛も良かったんですが、今回だいぶ忙しくでこうなんですか、メンテナンスというかできない状況もありまして、なかなかちょっとしばらくいらっしゃってなかったんです。でそこの喘息になるちょっと前に1回腰痛で来はって、で、その後1週間10日ぐらい後ですかねに予約取られて、帰られた。その時に実はいらっしゃった時に、実は週末風邪をひきましたと。でそれが咳が出るようになって、3日後に咳が突然ひどくなって夜も眠れないっていう状況になったっていうことで、で翌日その大学の授業があったんで休むことができず、そのまま出勤したんですけど、なんとか講義を終了して医務室へ行くと、もうその時はもう歩行できないぐらい息がしんどくなって、すぐ病院に行くようにと言われて、車椅子で病院に向かったっていうような状況でありました。で病院で喘息の診断を受けて、吸入2種類と内服薬2種類をもらって、帰ってこられてという感じで、その翌日に予約を取ってましたんで、その翌日にいらっしゃいました。あんまりこんなにどういうんですかね、発症というかしてすぐ喘息やって診断されてっていう治療もなかったんで、今回、紹介させていただきます。で1回目治療としては、足がものすごいやっぱり冷えてまして、足をまずしっかりとさせていただきました。で声が、もう気管がこう狭くなってるような状況で、本当に声がこう詰まって出ないような、そういう状況でありました。でヒューヒューと呼吸がなってまして、深呼吸はもちろんできません。で、咳がまずね、治療ですが咳があったんで、出るいうことやったんで H1 をしました。で少し息がしやすくなって、声も少し出るようになりました。で喘息ありましたんで、これは H5F5 やなということで H5F5 をやりました。でさらに呼吸が楽になって、これやるたびに声がどんどん変わっていくのが本人も実感できるぐらい、変化がありました。で、大椎肋骨に、音球を一層ずつさせていただきましたら、これまた、
息も吸うのも楽になって、深呼吸もできるようになったというような状況であります。で、毎日 LINE できませんし、自宅で、その試薬もできない状況もありましたので、ピソマをこの H1 と H5F5 に貼りました。で、毎日貼り替えていただきながら刺激するようにして指導しました。で、先ほどもありましたけど、副交感神経のね、異常興奮、異常更新している方の、その、こういう誘因になるような部分っていうのは、僕またお渡しして、説明をしっかりさせていただいて、気をつけるようにということではさせていただきました。で、その4日後、2回目の治療であります。で、前回治療以降、発作が、全く起こらず、だいぶ楽になり、夜も寝れるようになったと。また自分自身でしっかり布団の掃除をするようにしたということもおっしゃっていました。で、この日より仕事にも復帰して、普通に通常通り仕事もね復帰したというような状況であります。で、治療は前回と同じようにしました。で、その3日後に3回目、また、やるためにまた良くはなっていくんですけども、で、その1週間後4回目の治療をしまして、自分自身でもう大丈夫やなということで、薬はまだあったみたいなんですけど、服薬をやめて治療は同じようにさせていただきました。で、その後、間隔を空けて治療はこれ年末やったと思うんですけどして、させていただいて、間隔が空いたんですが、そのまま、特にしんどくなることもなく、症状戻るということもなく、元気に、過ごしてはります。で、今年から先も言いましたが、職場が変わってもう初めてのことばっかりで、もうとにかく忙しいで、また大学院にも通ってっていうことで、もう本当にこう家族の方が連絡しても連絡つかないというような、そういうこともね。